こんにちは。旬代理メンバー24卒の鈴です。社会人1年目で大手食品メーカーに勤務してるキーです。今日は2月29日3月1日の就活解禁日の前夜ということで、就活解禁前日に私たちがどういうことをしてたのかとか、解禁した後どんなことをしてたのかとか、不安とか焦りでメンタルを押しつぶされそうになると思うんですけれども、私たちがそういうメンタルとか感情にどう向き合ったのかっていうのをお話ししていこうと思います。この先本当にね、なんかしないといけないとか、なんかやばいかもみたいな、漠然とした気持ちは私もあったし、すずも多分あったと思うので、まあ、その気持ちをね踏まえた上で今回お話しできればなというふうに思います。はい、テーマ一つ目ですね。就活解禁日前夜、どんな気持ちだった、うん、焦りあった？焦りありました。早期内定組もう10月ぐらいからだんだん出始めて、はいはい、3月とかになるともう結構持ってる人多かったじゃん、うん、私は早期で内定をもらえるような業界を見てなかったっていうのもあるけど、持ってなくてステータスとしては、うん、そのドキドキもあって、あ、なんかやばいかもみたいな気持ちは本当にあった、うんうんうん、これまではまだ大丈夫みたいな感じの気持ちがあったけど、うんうんうん、就活解禁したらなんか本当にもう就活が本格的に始まって、うん、就活本番が始まるみたいな感じの緊張感とか不安はありましたね。あったね。28日に旬代理でライブをしてて、来ていただいた大人の方に大丈夫とか言われたのは覚えてるんだけど、やっぱ0時過ぎて就活解禁みたいなのがツイッターのトレンドとかに載ってて、ちょっとソワソワしたのを覚えてるもん、まだ、うん、でも実態としてはこの時期まで内定持ってない人 70% ぐらいみたいな話聞いたんだよね、うんうん、みんながみんなまだ内定持ってるわけじゃないし、ほとんどの人はまだここからが本番だと思うので、全然間に合うし、そこまで焦らず頑張ってくれたらと思いますね。今あのマインドの話したんですけど、うん、どういう対策してたのかっていう、うん、前日にできることあるのかっていう具体的なこと何かあります？2月29日に何かするみたいなことは特にないのかなと思ってて、2月の間に ES だったり面接だったり対策してた人はもうそのまま同じことを29日にもやってればいいと思うし、まあ、やってなかった人もせっかくいいタイミングではあるから始めればいいと思うし、うん、解禁だから頑張んないとみたいな、そういうマインドになるかもだけど、具体的に何かしなければいけないみたいなのはなんか特にない気がします、うんうん、私不安だったからとにかく、うんうん、自分が行きたい企業どういうとこかなとか、うんうん、リストアップしたり、うんうん、そこのイエスの締め切りどれくらいなのかなっていう風に確認したりはしてました。あ、確かにね、うん、なんかさ3月1日を機に情報を解禁する会社もあるから、それをきっかけに自分が何日までにこの会社にイエスを出さないといけないのかみたいなスケジュールを管理したりだとか、行きたい企業を整理するみたいなところは、うん、大事かもしれない、うん、当日何したっていう話、当日って言ったら特にやってることないと思うから、うん、まあ、解禁してからどういう風に動いていたのかっていうのを聞けたらと思うんだけど、うん、キーちゃん何してました？3月以降は一番時間割いてたのは ES かな、うん、3月中旬とかに第一締め切りを迎えるところが多くて、そこに向けて自分の行きたい企業の ES 整理して書いたり添削してもらったりっていうのをやってたかなと思います。私も解禁してから3月の1週目ぐらいは、うんうんうん、とにかく自分が行きたい企業の ES 締め切りいつかなとか、まずスケジュール立てて、うんうんうん、立て終わったらそこから逆算して ES 書いたりみたいなの進めていってましたね。3月締め切りのとこ結構多い、多いし、3月の中でも終盤だったらまだ結構時間あるけど、うん、もし早めの方だったら割と時間がないので、うん、解禁日になったらもう ES 書く練習したりとかするのがいいのかなと思いますね、うんうんうん、なんかあとは ES 以外だと、うん、ウェブテストもちゃんとした本選考だから受けないといけないっていうのが企業として結構出てきて、テストセンターに受けに行かないといけないっていうのも結構多かったから、それに先立ってペラペラと、うん、ペラペラではないな、パラパラとパラパラと本をね、そう、本を開いて見てみたいだとか、ここ忘れてる感じだなっていうのはあったら例題解いてみたりとかはしてたかもしれない。ES ってどうやって対策してた？ガクチカとか絞り絵みたいなところは基本全企業共通だから、ベースとしては、うん、それを400字とかでひとまず固めます、はいはいはい、具体的に何をしてたかというと、うん、1個上の台の先輩に見てもらったりだとか、帯用事訪問して社員さんに見てもらったりだとか、ガクチカとか絞り絵とかメインのところはそうやって固めてたかな、うん、1つ固められるといろんな会社に転用できるようになるから、うん、1つ頑張ればその後は楽になると思うので頑張ってください。
不安と焦りでメンタルが押しつぶされそうな中、どうその感情と向き合ってましたかっていう話なんだけど、どう向き合ってた？その感情でなくせると思う？結論、消さなくていいかなって思ってます。で、私もめちゃめちゃ不安だったし、泣いて思ってなかったし。何に不安だった？周りも就活始めて周り頑張ってるみたいな焦りもあるし、泣いて思ってないっていう焦りもあるし、泣いてもらえるのかなみたいな、いろんな感情がぐちゃぐちゃになって不安になってて、そのまま面接行ったりだとか、そういう形でやってたけど、その不安がいい感じに程よい緊張感というかモチベーションにつながって、最後まで就活うまく終えられたのかなっていうふうに思ってるので、なくさなくてもいいんじゃないかなとは個人的には思ってます。仕方ないよね。内定取るまでどう頑張ってもその感情って消えないと思うし、とにかく内定のために何か行動する、うん、そうしたら多分なんかちょっと自分あ頑張ってるみたいなので、ちょっとは消えるかなと思いますね。じゃあ私は7月末とかだったからさ、ね、どんどん周りがみんな泣いて取っていく中で、自分だけ永遠に泣いてない焦りみたいなのはありました。そうだよね。YouTube にさ動画を上げながらやってたから、普通の人よりもプレッシャーとかすごかったと思うの、ね、なんか私2社しか受けてなかったんですけど、それで受からなかったら人生終わりだねとか、いろんなコメントが来るわけよ。でもそのおかげで結構頑張れたのもあったから、不安だから焦りがあるからちょっと一回逃げ出しちゃおうじゃなくて、それをちゃんとポジティブに原動力にできたらいいと思う。どうやったらポジティブに転換できるかっていうと、1年後とか2年後とか想像して、その時に笑ってる自分を想像して頑張れるといいんじゃないかな。そうだねって思いますね。終わったからこそ言えるのは、本当に辛かったけど意外とあっという間だった。就活って3月からだから長い人半年ぐらいのかな、ね、でも半年頑張ったらその後何年何十年っていう理想の自分を得られる気がするので、そう考えて踏ん張って、そうだね、頑張れるといいのかな。本当に大変な時はちょっと休んだりしてもいいと思うけど、私も別にその毎日めっちゃやってたってわけじゃないから、程よいリフレッシュは大事。大事ですね。今日は就活解禁日前夜ということで、前日どういうことしたのかと、解禁日以降どうやって動いてたのかって話と、メンタルとどうやって向き合ってたのかっていう話をしていきました。じゃあ最後のメッセージをお願いします。はい、みんな漠然とした不安を持ってて、本当に内定取れるのかっていうのは最後の最後まで心配だっていう気持ちは私もそうだったし、みんなあると思います。その上でモチベーションにその気持ちを変えて最後まで乗り切ってもらえれば、もう楽しい生活が待ってると思うので頑張ってください。私も内定出る時期が結構遅かったので、すごい焦りとか不安とかっていうのがあったんですけど、この数ヶ月間頑張れば未来の自分は笑ってるっていう風にキラキラした未来を思い描いて、なんとか踏ん張って頑張れてたので、皆さんも大変だし、焦るし不安だと思いますけど、この何ヶ月間だけだと思って頑張ってくれたら嬉しいです。はい、なんか本当に辛かったら信頼のインスタとかに DM 送ってくれたり、コメント欄とかにいろいろコメントしてくれたら、ちょっとは言葉に出せばスッキリするかなと思うので、ぜひその形で不安を打ち明けてくれたらいいなと思います。はい、これからも就活生の皆さんにとって有益な情報だったり、励ましになれるような動画をどんどん出していければなと思いますので、解禁後も皆さん一緒に頑張っていきましょう。はい、ということで今日もありがとうございました。ありがとうございました。今日は就活解禁日前夜ということで、これからイエス出す機会どんどん増えると思いますので、食品メーカーとかその他いろんな大手メーカーだったり、あと IT 系の企業を通過したキーちゃんの実践の ES を皆さんにプレゼントしております。概要欄からチェックできるので、ぜひ確認してみてください。はい、ここで新ダイリーからの就活応援キャンペーン、1ヶ月限定で皆さんのイエスを無料で添削します。大手内定者やインターンに無双した人形ほどの先輩が1個ずつ返信します。 LINE を追加して添削してほしいイエスを送るだけだから簡単。概要欄からチェックしてみてね。